この動画は解説動画です。間違ってたらこっそり教えてね。では、始まるよ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。今回で、早第15回目になります。皆さんのたくさんの応援の賜物であると思います。しかし、今月からついに某メーカーから新型ゲーム機が発売するため、失踪予備軍へと昇格してしまいました。もしも投稿が遅れた時は察していただきたいと思います。ただ、週2回投稿が1回に減る程度なので、問題はないと思いますが、おう、どういうことだ。書き込み行くぞ、という方は、主と一緒に発売日にハードを購入して、睡眠と人間性を犠牲にして、落ちるところまで落ちましょう。主はすでにもう戻れないので、そんな主の解説で良ければ始まりますので、よかったらご覧ください。では、解説を始めます。今回解説するモビルスーツは、MSM-04、アッガイ、になります。アッガイは設計自体は遅かったのですが、様々なアイディアを入れた結果早期に完成した、水陸両用モビルスーツとなります。どのような点が特徴なのかを解説していきたいと思います。まず、通常探査式のコクピットに複座式を採用しました。これにより水陸両用モビルスーツの訓練用として用いられました。ジェネレーターは通常の水陸両用のものでなく、改良したザク2のものを流用しています。ただ、やはりザク2のジェネレーターでは出力に問題があったため、ジェネレーターを2機搭載することになりました。そのため、戦闘中は2機稼働。移動中は1機のみを起動することにより、排熱が抑えられることになりました。その結果、特徴的な優先的なボディと相まって、センサーやカメラに対するステルス性が高くなりました。そのため、偵察任務などに使用されることが多かったです。さらにザク2のパーツを多く流用しているため、メンテナンス性が高くコストも安価という、利点を多く持っていました。武装に関しても、105mm 東部4モンバルカン砲を標準装備として、腕部武装ユニットとして、格闘専用のアイアンネイル、6連装ロケットランチャー、メガ粒子砲や機関砲、などが装備可能です。ただし、メガ粒子砲は出力の関係上連射が不可能だったため、左腕部などに 105mm 機関砲などを装備していた感じです。腕部に関しては水陸両用モビルスーツの特徴と言える、フレキシブル、ベローズ、リムと呼ばれる多重関節機構を採用しており、腕の伸縮ができる感じです。決してアニメ版の腕が伸びているのが、作画ミスではないです。神様がそんなミスをするわけないです。これらを行った結果、安価なモビルスーツであるにもかかわらず、ジャブロー攻撃用モビルスーツとして様々なバリエーションが登場します。その名も、AGY48。某アイドルグループっぽい名前ですが関係はないです。さらにこの設定は公式ではもちろんありません。なのでマジレスはやめてください。主のライフはすでにゼロなので、要は、アッガイプラス3種プラス MSM-08 なので、無理やり48としただけです。そもそも主のアイドル直撃時代は、花の82年組なので最近のアイドルは全くわかりません。そもそもあれほどの数のアイドルを覚えろとか、無理に決まっています。なぜなら、主の記憶媒体はすでに解説でもわかる通り、ガンダムが 10% も占めています。残り 90% は老後の心配です。では、アッガイをベースとして完成した、バリエーションなどの解説を行っていきたいと思います。まず、ジオン軍はジャブロー攻略のために、ジャブロー攻撃用特務モビルスーツを開発します。通称、アッグシリーズと呼ばれます。まず、EMS-05、アッグ、が両腕部のドリルで、南米ジャブローの地下基地へ突入口を作ります。多分、察しの言い方は分かったと思いますが、この時点で無謀です。そもそも掘削とは、安全な場所で時間をかけるもので、
戦場で掘削作業なんてやったら 100% 事故ります。さらにジャブローの位置がわからないのに掘削するとか、徳川の埋蔵金くらい無謀です。そしてその穴から近接攻撃用モビルスーツと後方支援用モビルスーツで突入という、本当にこの作戦を考えた将校は天才なのか無能なのかわかりません。しかもこれから解説するモビルスーツはどう考えてもとなると思いますが、ご了承ください。当時からも謎でしたが、まあガンダムは子供向けアニメなので、マジレスだけはやめてください。死んでしまいます。ではまず最初は MSM-04N アップガイになります。型番からわかる通りアップガイベースの発展型になります。これは頭部に無数のセンサーアレイを集めた複眼型カメラを装備し、武装として腕部にヒートロッドを各2本装備、そして頭部にバルカン砲を2門装備しております。まあ画像を調べてもらえばわかりますが、本気でジオン軍の将校の産地を心配します。なんでヒートロッド4本装備やねん。女騎士でも相手にするのか、モビルスーツ相手に触手で勝てると思ったの。穴からアップガイが出る、ジムに見つかる、ビームで撃たれるということは考えなかったのでしょうか。どうしても近接をやりたいならもっと違う装備があったと思います。で、多分後から気がついたのか、アップガイを援護するモビルスーツが MSM-4G ジュアップになります。これも型番からわかる通りアップガイ発展型になります。両腕部に 320mm 3連装ロケットランチャーを装備、胴体部に4門目が粒子砲を装備しております。ガンダムユニコーンで登場したので覚えている人も多いと思います。そしてもう一体の近接モビルスーツは MSM-08 ゾゴックになります。ゾゴックに関しては後日解説をします。理由は長くなるので後で解説するのと、その前に他の MSM 型番があるのでご了承ください。で、この4機でジャブローを攻略するのですが、成功すると思いますか。アップが穴を掘ってジャブローに到着したら、ジュアップが砲撃をする。砲撃の中を近接モビルスーツ2体が特攻する。近接モビルスーツの武器は触手とパンチ。当時これを見た時に、ああペーパープランかなと思いましたが、まさかのガンダムユニコーンで実装されていました。笑ったというか、資源を無駄にするな、とさすがに思いました。もしかしてジオン軍が負けた理由は、ロマン兵器を追い求めた結果なのでしょうか。だったらジオン軍は宇宙世紀最高の、ロマンティスト集団だったということなのでしょうか。触手とパンチでジャブローを制圧できると思った、ジオン将校に敬礼。まあ、なぜ水陸両用モビルスーツが主力になれなかったのかも、ゴッグの回と今回を見れば大体予想がついてきたと思います。陸上部隊、マジで効率的なモビルスーツを開発、グフ、ドムなど、水中部隊、ロマンを追い求める、ゴッグ、アップシリーズなど、まあ、ジオン軍はただでさえ人的資源も物資も少ないのに、資源の使い方が、という感じでしょうか。そしてスペックもご覧いただければわかりやすいですが、総重量がジムの2倍から3倍もあります。この時点でただの的になると思わなかったのでしょうか。モビルスーツが誕生したきっかけは、小型で機動性があるが条件だったのに、本質を見失った時点で主力機兵とはなれなかった感じですね。ただアッガイに関しては赤鼻を代表するようなパイロットがおり、ジャブロー進行時にはかなりの数が参加しました。さらに08小隊ではガンダムの頭部を破壊するといった活躍があったので、印象が深かった感じでしょうか。まあ、ただ次回解説する水陸両用モビルスーツはかなり高性能なのでお楽しみにお待ちください。第15回いかがでしたか。アッガイとその発展型、さらにジャブロー進行用モビルスーツも解説してみました。少し辛口だった理由としては、
80年代にガンダムを研究している時に、ジオンはこんなモビルスーツ作っているから負けたんだよわらわらと、連邦軍大好きな坊やに言われたのが未だに、を引っ張っているのかもしれません。当時モドムを量産した方が勝てたのでは、と思いましたが、ジャブローが地下にあるためなんとかして攻撃をしたいという、ジオンの要望が具現化したんだなーって感じに、思うしかありませんでした。ただ、アッガイはモビルスーツとして強いのはもちろん、現在に至るまでマスコット的な位置にいるので、今後も水泳部のアイドルとして頑張ってほしいですね。バンダイもアッガイのアイドル路線を加速させていますしね。将来的にラブライブとのコラボがもしかすると、発生するかもしれませんので、今からでもアッガイタンのオタゲイをマスターしてはいかがでしょうか。なお、主はオタゲイをマスターしようとしてぎっくり腰になって、老人介護ホームにぶち込まれそうになりました。まだだ、まだ終わらんよ。主の青春はまだこれからよ。150歳まで生きて解説動画を作るの。5スターストーリーズの解説動画をね。それでは皆さんまた次回。お会いしましょう。では、ゆっくり解説次回。コロニーの落ち立ちで、主は生き延びることができるか。